チュンリはゲージが1本、そしてユンはもうすぐたまる。雷撃刺さる。開幕雷撃が刺さったところにダメージを取りにいった。まず半分、開幕半分の状態。そしてよくカード漏れなかった。さあ投げる。さあここはチュンリーの時間。出ない。膝砲翼が出てれば。そしてチュンリーはゲージがこれほぼ2本。うまい。打開を取る。そして追い打ち投げつかす。おこれはさすがに運び距離が長いから死なないんじゃないか。でも減る。おダブル KO。 どうなるジャッジメント。どうなるだ。優勝決定は神の手に委ねられる。チュンリーやったな。パンライスまさかのフィニッシュはジャッジメント。勝利の女神が応援だな。パールライスチュンリー。